ファゴットのボーカル。ボーカルは、コルク側の端を楽器に挿入する子によって使用される。次に、調整されたリードをもう一方の端に取り付ける。オーボエのリードと、楽器本体をつなぐチューブ。通常はリードと一体化しており、ボーカルとは呼ばれない。ボーカルは、曲線上の先細になった管であり、ファゴット、コントラファゴット、イングリッシュホルン、オーボエダモーレといった。 ダブルリード楽器や大型のリコーダーなどの特定の木管楽器の不可欠な要素である。ダブルリード楽器では、ボーカルはリードと楽器の残りの部分を結びつける。大型リコーダーの場合は、ボーカルは奏者の口からの空気をフィップルへと向かわせる。ボーカルは、洋白、真鍮、スターリング銀時には金など様々な金属から作ることができる。低い側の端は、 コルクスリーブによって覆われており、これによってボーカルを楽器の頭部にあるソケットにぴったりと差し込むことができる。より最近は少なくとも一つの製造会社が剣木材製ボーカルを生産している。リードはボーカルの細くなった端に直接差し込まれるか、あるいはボーカルにフィットする金属製の管に結び付けられる。ボーカルという単語は英語のボケる由来。 これはフランス語のボケルからの借用語であり、さらに遡るとイタリア語で口を使う、口のという意味の形容詞バッケルに由来する。ファゴットのボーカルは内径約四ミリメートルから約十ミリメートルにまで広が遠水管であり、この広がり具合により様々な違いが生じる。ファゴットは他の管楽器のようにチューニングのために管を抜き差しできる場所がほとんどないため、 長さの異なるボーカルを差し替えることでチューニングを行っている。ファゴットのボーカルのコルクの近くには高い音や小さい音を出しやすくするためのピアニッシモキーがついている。パレスコスはスーンボケル。robertrons.com2007 e 年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年8月2日閲覧。ab ファゴットの仕組みいろいろな役割を果たすボーカル。ヤマハ、2020年8月3日閲覧。ファゴットの豆知識ボーカルの中に針があるヤマハ、2020年8月3日閲覧。ありがとうございます。